皆さんどうもこんにちは、ガクです。ソニーさん、7月11日からやってきたラリーが POTS レベマ比較やっていきたいなと思います。皆さん POTS と習慣忘れてないですよね。今週もですね、このラリーが POTS1 回無料分引くことができますので、ツアーイベントから無料分回収して全ユーザー1回は必ず引いてあげてください。今回も僕の独断点検ではあるんですけど、なんと全20名がっつりレベマ比較当たりランキング持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、このガチャ引くべきか結論からですね話していきたいなと思うんですけど、今回のおすすめ度星4とさせてください。まあ POTS シリーズはやっぱり強化度いいですし、無課金美課金に味方なガチャになってますよね。しかも無料分1回は全員引けるようになってるので、まずはそこを引いてから考えてみてください。まあ今回のラリーガーはですね、トップ2が飛び抜けていて、その他にもいい選手はいるんですけど、やっぱり先週のプレミアリーグほどの豪華さはなかったかなって印象ですね。欲しい選手がいればもちろん勝負していいと思うんですけど、無課金美課金にがっつりおすすめするほどではありませんので、そこは冷静に判断してみてください。ということでここからは20名がっつり見ていきましょう。まずは第20位、 B 評価マルクプビル、アルメリアから初登場。一気にスキル追加されてスピード93と超爆速なんですけど、それ以外の数値がもっと惜しかったです。第19位、 B 評価アレックス・スアレス、今回2つのスキル追加とディフェンスセンス、ボールダッシュがトップ強化で登場。スピード瞬発がですね、両方80超えてるのは嬉しいんですけど、ディフェンス能力、フィジカルの底上げもあれば完璧でした。第18位、 B 評価ライエージョ、連続でセンターバックの紹介ですね。この選手はインターセプトについて、ディフェンス面っていうのは普通にレベル高いんですけど、スピード瞬発低めなのがどうしてもネックです。第17位、 B 評価ゴンサロ・ビシャール、かなり攻撃的なプレイメーカーで、ボルコン、グラッパが90超え、さらにスキルもダブルタッチ、ワンパスルパなど初期から結構優秀なんですよね。今回ですね、守備系スキルが追加されてたり、全体バランスってね良くなってるんですけど、中盤でスタミナ低いのは気になるし、どこで使っても若干能力足りない感じはあるんですよね。ここからが A 評価、第16位、ルベン・アルカラス、マンマーク、インターセプト、ブロッカーと守備系スキルががっつり追加。ハードプレスらしく守備面がしっかり底上げされて登場しましたね。トップ強化のグラッパが90乗ってるのも嬉しいポイントですね。まあガチスカで使うのはねちょっと能力足りないかなと思うんですけど、ハードプレス自体希少ではありますので、そこも含めて A 評価にさせていただきました。第15位、 A 評価ロイク・バレ、この選手はですね、191センチとでかくてフィジカルゴリゴリタイプのセンターバックなんですけど、意外とパスも上手かったり繊細なところもあるんですよね。スキルもブロッカースライディングタックルといいところが追加されたんですけど、ビシュンだけはどうしても足りないですね。ちなみに前回のハイライト持ってたらそっちでいいですかね。フィジカル面は最強なんですけど、アグレッシブネスからスピードまでしっかり伸ばせる前回の方が魅力的となっております。第14位、 A 評価アントニオ・シベラ、いやこれ見て思ったんだけどさ、最近ゴールキーパーの能力全体的にかなり高くなってますよね。まあ身長面からガチスカ起用ってのはなかなか厳しいと思うんですけど、低弾道も持ってるし能力はしっかりとレベル高いです。第13位、 A 評価ブディミル、ユーロクロアチア代表でも活躍したブリミルが、今回ワンパアウトスピンといいスキルが追加されて登場いたしました。相変わらず得点能力は抜群ですし、空中戦が強いのがやっぱりブリミルの特徴ですよね。長所がはっきりしてますので、クロスメインで攻める方には当たり枠に入ってくると思います。ちなみに前回の指名契約からもほぼ完全上位互換、取り替えちゃいましょう。第12位は A 評価アルバロ・ガルシア、超爆速ドリブラーがウィングストライカーにプレースタイルが変わって登場いたしました。ドリブル93、スピード97、瞬発95と、この3項目は間違いなくトップクラス。意外と決定力82だったりとか、この辺りも結構高いんですよね。サイドからの突破力は抜群、ダブルタッチ1投にスキル面だけは惜しかったです。前回からはスキル能力ともにしっかりと強化されてますので、乗り換えちゃってください。第11位は A 評価イニャキ・ウィリアムス、コントロールカーブ、ライジングシュート、チェイシングのスキルが追加されて、スピード、オフェンスセンストップ強化で登場しました。スピード瞬発に関してはですね、もう一目瞭然、もう超トップクラスで、さらにフィジカルがここまで高いドリブラーって珍しいですよね。まあ、身長高くて足元がそこまでないので、このスピードの割には重さが感じそうなのと、やっぱりこのタイプはダブルタッチが欲しかったです。過去版はですね、2枚での比較、1-3はハイライトかつラインブレーカーなので両方残し、2は習慣で全体的には負けてるんですけど、大事な数値とスキルで勝って
ってるので僕だったら乗り換えちゃいますね。後半に関してはどちらも乗り換えなしでいいですかね。丸4はシンプルに能力負けていて、丸5は能力的には乗り換えてもいいと思うんですけど、ダブルタッチ一等にスキル追加したいことを考えるとハイライトからは積極的な乗り換えっていうのは推奨しづらいですね。さあここからがエプラ用か。第10位セルロート。今回のセルロートはラインブレーカーからボックスストライカーに変更されてワンタッチパスのスキルが追加されました。この選手の特徴は得点能力と空中戦。ここはですね、他のストライカーに負けない長所な上に、意外とですねこういうゴリゴリタイプの割にはスピードも速いんですよね。僕も昔企画で結構使ってたんですけど、こういうでかいタイプの割には使用感も結構良かったですね。スリートップの頂点とかで使ってクロスも結構上げる人にはハマるタイプだと思っております。ただ足元は軒並み低いので注意です。で、過去版との比較はこんな感じ。いや、これ微妙なんだけど、僕だったら全部乗り換えないですかね。そもそもプレイスタイルが変わってるので、そこは注意していただきたいんですけど、丸1、丸3はハイライトで自分好みに育成できる分、スピード瞬発なんかは伸ばせるので乗り換えなし。丸2の習慣もパス、バグ強化とスルーパスがでかいので乗り換えなし。丸4はね、ほぼ能力変わらないんですけど、オフェンスセンスとジャンプ高い前回の方が、どっちかというといいかなと思ったので、乗り換えなし。つまり、どれからも乗り換えなくていいと思います。第9位は A プラ評価ペペル。この選手初登場なんですけど、意外にもセンターミッドフィルダーでの裏総合値100到達してましたね。今回ワンタッチパスのスキル追加で登場いたしました。全体見てもバランスいい能力で、特にスタミナパス系ボルコン90超えとかなり高くなってますね。身長もですね186センチと高い上にフィジカルもあるので、ダブルボランチで使う分にはやれるんじゃないかなって思ってますね。スキルも多くはないですけど、意外と大事なところは押さえております。第8位は A プラ評価イアゴ・アスパス。アスパスはまあ毎回ちゃんと強いですよね。今回ですね、ワンパウトスピンのスキル追加と、かゆいところに手が届くいい強化で登場いたしました。シュート系スキル完璧になったのでかいですよね。いや、それこそアスパスとか、もうちょっとスピード瞬発伸びてきたらマジで強かったと思うんですけどね。得点能力は抜群だし、ドリブル系もオール80超え、使用感はいい能力だと思いますね。あと一歩感はありますが、このガチャの中では間違いなく優秀な部類だと思っております。過去版からの比較で言うと、丸1、丸2乗り換えの丸3乗り換えなし。ただし、ダブルタッチつけたいのであれば、過去版のハイライトじゃないとスキル追加できないので、過去版優先で考えてみてください。第7位、A プラ評価サムエウリーノ。スルーパス、ピンポイントクロスと、クロサーにとって最高すぎるスキル追加で登場。とにかく、サイドハーフとかウイングにおいて、ドリブル突破からクロスを上げる役割としては、最適な選手だと思ってますね。意外とですね、センターフォワードとか、センターミッドフィルダーまで、本的性あるユーティリティ性も面白いところですね。逆足も優秀だし、ライブアップデートもシーズン始まればいいので、今までのリーノ持ってなければ、当たり枠に入ってくるんじゃないかなって思ってますね。で、実はですね、これ過去版全部習慣っていう珍しいパターンなんですけど、どれか持ってればいいかなっていうのあるんですよね。プレイスタイル変わってますので、そもそも役割が違うっていうのはあるんですけど、昔のバージョンって攻撃的サイドバックだったので、守備面までしっかり高いんですよね。なので、丸1か丸3持ってたら、今回無理に追う必要はないんじゃないかなとは思ってますね。ただし、今回のやつは、スルーパスのスキル、波小さい、そしてパス系の高さ、ここやっぱりありますので、ここをですね、一番に評価する方は、今回のやつを使ってみてください。さあ、ここからがですね、A プラプラ評価、第6位、ナビル・フェキール。今週はですね、無料分で、ここから先の選手が当たったら、だいぶ熱いんじゃないかなって思ってますね。まずはフェキール。今回、コントロールカーブ、ワンタッチシュートの追加で登場。正直足は遅いんですけど、それ以外は普通にレベル高いですよね。ドリブル面だけじゃなくて、チャンスメイクや決定力もある万能タイプ。しかも見てほしいのが、今回フィジコンめちゃめちゃ上がってるんですよね。かなりキープ力が上がってきております。ダブルタッチだけがあればね、完璧でしたけど、OMF セカンドトップあたりでぜひ使ってみてください。過去版との比較はこんな感じ。こう見てもフラパ、決定力、フィジカルが過去最強レベル。その代わり足元やキック力は過去版の方が良さげですね。前半に関してはどっちもどっちなんですけど、基本的には僕は乗り換えちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。逆に後半は好みになりますかね。この2人はスピードまでしっかり伸ばせるし、さらにスキル追加でダブルタッチまで追加できるってなると、後半2名からは乗り換えなくてもいいのかなって思ってますね。第5位は A プラプラ評価ギュンドアン。今回なんとボックスボックスになって総合値100で登場いたしました。で、ギュンドアンに関してもペキール同様スピード面っていうのが課題ではあるんですけど、それ以外は全体的にハイレベルですよね。
今回のギュンダンですね、守備能力が強化されてチェイシングつくなど守備面が底上げされてますし、その上でテクニック系など今までのギュンダンのいいところも残ってますので、非常に全体バランス良くなってるんですよね。あとはスキル構成、チェイシングがついて、まあ、ワンシュー惜しかったですけど、それ以外は完璧なスキル構成となっております。で、裏総合値でいうとですね、 OMF が101なんですけど、まあ OMF で使うにはやっぱりちょっとね、スピード瞬発とかドリブルとか推進力が足りないかなってところありますので、個人的には OMF よりも CMF、DMF で使うのをお勧めしたいなって思ってますね。で、過去版と比較してもですね、全体的に底上げされてますので、1、3、4あたりからは乗り換えちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。ただプレイスタイルは2列目と B2B で違うので注意してみてください。で、2はDMF バグ強化、今見ても能力高いですね。で、後半に関してもバグ強化の6は乗り換えなし、それ以外は乗り換え検討していいと思いますね。ドリブル負けたり下がってる数値もありますので、好みの部分はあるんですけど、守備の底上げ中心に全体能力はやっぱりバグ強化以外なら今回かなり強いと思っております。第4位、 A++ 評価、久保建英。タケは安定の当たり枠ですね。今回パス系が両方13上がりととんでもない強化されたのと、スキルでエラシコ、ピンポイントクロスの追加、これでダブターシューラーエラシコが初期から揃ったので、特殊ダブルタッチ可能になったのも大きな変更点ですね。パスがこれだけ上手くて、ドリブル瞬発ボリコンもオール90超え、まあ、スピードがですね、あと一歩伸びてくれたら完璧でしたけど、パスが上手いタケ求めてる方はぜひ今回のやつ獲得してみてください。しっかりと当たりです。で、過去版はですね、3枚での比較めっちゃ多いのでじっくり見ていきましょうか。まずは1枚目、1はさすがに乗り換えていいかな。 B 固定あるとはいえ能力は今回、逆に他はどれからも乗り換えなくていいですかね。さっきも言ったようにパス系は圧倒的に今回なので、ここを重視する方はビッグタイムとかよりも優先していいと思うんですけど、全体能力で言うと足元、キック力など負けてる数値も結構多いんですよね。で、2枚目で言うと5、7のショータイムからは乗り換えなし、6の日本代表ハイライトもスキル追加とか自分好みに育成できるので乗り換えなしですかね。8の習慣からはスキル能力ともに乗り換え推奨となっております。ちなみにこの2枚目までは結構波普通バージョンが多いので、波小さいのが好きって方は今回に乗り換えるのもありだとは思ってますね。そして3枚目、9乗り換えなしの10、11は乗り換え推奨ですかね。まあ、よしあしはもちろんあるんですけど、とにかく登場回数は多いので、まあ過去の久保持ってたら今回無理に狙う必要はないんじゃないかなとは思ってますね。さあ、そしてここから一つ評価があります。第3位、 S 評価、サビオ。いや、サビオめっちゃ強くなってるね。もともとスキルが不安要素だったんですけど、なんと今回ダブルタッチ、根幹、ミドル、ワンシュー、スルパ、完璧すぎるスキル追加がされました。さらにグラッパ、キック力など大事なところが底上げされて、ただの爆速だけじゃなくてバランスよく優秀な爆速ドリブラーに進化いたしました。両ウィングだけじゃなくて左ミッドフィルダーできるのも嬉しいポイントですよね。まあ、左利きっていうのはありますけど、昨シーズンはライブアップデートも良かったし、この選手無料で当てられたら超激アツですね。前回のハイライトも悪くないですけど、スキル追加ここまでするのはかなり大変なので、がっつり乗り換えちゃっていいと思います。そして第2は S 評価、ダビド・ソリア。2週連続でめちゃめちゃ強いゴールキーパーやってきました。192センチあってゴールキーパー数値も全て90近く、低弾道やロングスローもありつつ波小さいなので、もう言うことありません。 B 固定の強めのゴールキーパー持ってなければ、即戦力級としてぜひ獲得狙ってみてください。ただまあ、守備的ゴールキーパーってことでチェフやシュマイケルと被っちゃう分、まあ、そのあたり持ってたら使うことはないのかなって感じですね。いや、それこそ今週のね、週刊エミマルとか先週のビカーリオなんかは、そこの差別化があったのは良かったですよね。まあ、実際にですね、ジェフと比較しても、まあ、さすがに能力かなわないですけど、まあ、2000コインかければ確実にゲットできるって考えたら、コスパとしては相当いいなって思いましたね。ということで、ラストの選手、見ていきましょう。第1位は、S 評価、アントニオ・リュディガー。なんと最大総合値100で、めちゃめちゃ強いリュディガーやってまいりました。低弾道ロブ、アクロバティッククリアが追加されて、スキル面完璧。能力も、守備よし、スピードよし、ジャンプ、フィジコンよし、これで波小さいなので、無課金、美課金の方で、リュディガー1人いたら、かなりスカットの安定感増すと思いますね。現役センターバックの中だったら、トップ3に入るレベルの安定感だと思っております。センターバック困ってる方にとっては、獲得必須となっておりますので、このリュディガー、絶対に取ってあげてください。
で、過去版と比較してもですね、僕は今回過去最強だと思ってますね。1のね、超古いバージョンとかも今でも結構強いんですけど、スピードここまで伸ばせないですし、どのバージョンからも乗り換え推奨。5とかは全員無料配布されたブースター持ちで、フィジカルは負けてますけど、ディエンス能力、スピード、完勝なので、今回のやつに乗り換えちゃってください。ということで、今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。いや、いいね。やっぱりトップ層はいいので、無料で6以上の選手が出たら今週は喜んじゃっていいんじゃないかなって思ってますね。今日も最後までありがとうございました。まだまだ頑張って動画上げていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。